アビマニユーはインドのジョージシマハーバーラタの登場人物、主人公の一人であるアルジュナとスバドラーの息子、クルクシェートラの戦いにおいて大いに活躍した。アビマニユーは相マ神の息子バルチャの化身とされているアビマニユーの意味は恐れることなく怒りを抱くである。彼の勇気や力、美しい顔と体はクリシュナに匹敵するほどであった。アビマニユは後に、 松屋国、ビラータ王の娘ウッタラーと結婚し、パリクシットを設けた。パーアンダバのアルジュナとスバドラーとの間に生まれた子である。月賃、チャンドラの息子の生まれ変わりであるがチャンドラは、自分の息子を地球に転生させるように頼まれた時に、それ以上は引き離されることに耐えられなかったので、息子は16年間しか地上に留まらないという、協定を結んだという、兄弟で、 イラバとシュルタキールティ、バブルバーハナがいる。クルクシェートラの戦いでは有望果敢に戦ったが、戦争13日目、カウラバ総司令ドローナのレンゲの陣を破るため、浸透したが、援軍が敵軍に妨害を受けたため敵陣の中で孤立し、奮戦するも敵に囲まれ戦死。アビマニュには妻ウッタラーとの間に息子、パリークシットがおり、アビマニュの死後の息子パリークシットは、 ただ一人生き残った狂い地族の君主を運命、付けられていた。アビマニュはパンダバの全ての息子の中で最も愛されていたので、ドラウパディは自分の息子よりも彼を愛していると言われていた。彼女はかつてパンダバが戦争をする気がないなら、アビマニュに引きられた息子が攻撃し、正義を得ると言ったという。松屋コックでの戦争後、ビラータ王は、 ウッタラ王女をアルジュナを結婚させようとしたが、アルジュナは、ウッタラにダンスを教えていて教師は学生を子供として扱うことができたが、配偶者として扱うことはできないとして、アルジュナは、ウッタラ王女を息子のアビマニュと結婚させることで、ウッタラを義理の娘として受け入れることを、ビラータ王へ勧めた。アビマニュの偉大さはその時までに、地球全体に広がっていたので、ビラータ王は、喜んで、 アルジュナの提案に同意したという。マハーバーラタでは、アビマニューが戦死する際、ドローナ・クリパ、カルナ・アシュバッターマン・ブリハドバラ・クリタ・バルマンド・フシャーサナの息子の7名に囲まれて倒されたと記述があり、カバディはそれに基づいて、一人のレーダーと7人のアンティでプレイするルールとなっている。ウトラ・アビマヌエバトルで才能を発揮するアブヒマニュー、アブヒマニュー氏ウィキメディア・コモンズには、 アビマニューに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。